こんにちは、なこたのバイヤー高橋です。こんにちは、なこたのバイヤーゆいです。前回の動画では洗える帽子の洗い方を紹介したんですけど、今回は洗えない帽子のメンテナンス方法をご紹介します。はい、洗えない帽子のメンテナンスに必要な道具ですねをご紹介したいと思います。この中性洗剤と、あとタオル、あと洗面器もあるとより便利かなと思います。こういうフェルトハットとか、あとウールの素材のハットとかはホコリが結構つくので、帽子用のブラシが売ってますので、楽天とかで2000円ぐらいから購入することできますので、気になる方はそちらチェックしてみてください。今日はコロコロクリーナーで代用していきます。ちょっと匂いが気になったり、除菌したいなって場合はファブリーズなどもおすすめです。そちらもあればご用意してください。では実際にどのようにお手入れするかお見せしたいと思います。はい、では麦わらやペーパーハットの場合の表面の汚れが気になる時にはですね、水やお湯などを含ませたタオルを固く絞った状態で汚れが気になる部分に軽く拭くようにして汚れを取ってください。できましたか？滑り部分にファンデーションとか汗がついて汚れが気になるなって時は、洗面器に水かぬるま湯を貼ってもらって、そこに少し中性洗剤を入れてください。でタオルをつけて水気をしっかり絞ったもので優しく拭き取ってください。できたかな？ホコリなどが気になってそれを取る場合なんですけど、コロコロクリーナーを使います。このホコリが気になる部分に直接コロコロしていただいてホコリを取ってください。フェルト素材の帽子などはこのコロコロをした後にブラッシングなどで隙間に入り込んでしまったホコリも落とせます。できたかな？ここまでできたらファブリーズを振って完了です。今回は洗えない帽子のメンテナンス方法だったんですけど、はい、どうでしたか？洗えましたか？あ、洗ったかな？じゃあダメですよ。さっきみたいな感じでメンテナンスをしてもらったら洗えない帽子でも綺麗に長く使っていただけるので、よかったら参考にしてみてください。なこたでは SNS でインスタグラム、ツイッター、ブログなどもやっております。そちらのリンクも概要欄に貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、あとチャンネル登録もお願いします。では今回もありがとうございました。ありがとうございました。次の動画も楽しみにお待ちください。では